ベースコちゃんです。今回そのこのカール、玄関今日めちゃくちゃぶっ刺さってるんですけど、まあ、このカールね使い方ちょっと変えるだけでめちゃくちゃ強くなるんで、その方法を紹介していこうかなと。まず体力が6600で通常攻撃がまあ往復分両方当たったら2000ダメージ。このウルトがね何発当たるかわからん。まあ多分ね1秒に3発ぐらい当たるんかな多分。でガジェットがねこのまあ、ガジェット使って投げたらめちゃくちゃすぐ移動できる、あのダリルのウルトの上位互換ですね。でこのね、まあ、スタバに関しては正直、まあ、この力投ですね。俺が好きなのは力投で、まあ、ウルトは移動用なんで俺は力投が好き。はい、まずコツとしてはね、まあ1匹の敵を狙い続けるとさすがに警戒されるんで、浮気これがいっちゃん大事。あのやっぱねよく言うじゃないですか、男の人は浮気する生き物と。ってことは全員できるやんこの技じゃあ全員できる男なら全員この浮気というスキルが使える。なんで、この、ね、1匹狙うんじゃなくていろんな敵を、攻撃し続ける。例えば今みたいにあの、まあ、敵のミッドがあのこのファングなんですけど、ファングだけじゃなくてこの、まあ、ブルとかもね、攻撃しながらいろんな敵を攻撃するあたかも俺が現実世界で浮気しまくってるみたいになってるけど相手がおらん、うん、相手がいないから浮気とかじゃないから。でここはウルトシュートと。でこのギリギリ狙うのが大事。ギリギリに打てば大体入るんで、さあさあさあ。でここでねあのもういろんな敵に攻撃しまくってるんでウルトがめちゃくちゃすぐたまるんですよね。ウルトがすぐたまるんやけど俺今回力投使ってるんで関係ない、これガジェット使ってシュート OK 気持ちええ、シャシャルのええな、シャシャルん気持ちええわ。はい、続きまして、まあ、エメハンなんですけど敵にシェリーがいるじゃないですか。で味方がビビとモーティスってことで、まあ、シェリーがね今回めちゃくちゃ敵はぶっ刺さってるんですよね。なんでこのシェリーをどうするか、これを皆さんにねちょっと今回の攻撃では紹介しようかなと。で、まあ、味方がなんかめちゃくちゃ無双してて、まあ、シェリー以外を倒してますと。でもねシェリーをどうにかしないといけないんですよ。でもこのシェリーと相手するとシェリーのウルトが溜まって、でウルトでね壁壊されるんですよね。それを防ぐ前に俺が盾になる俺がねあのこのシェリーのウルトは全部俺が食らう。まあタンクがねシェリーのウルト食らっちゃうとシェリー無限ループするんですよね、ウルトなんで。俺が食らう、俺が食らって味方のタンクになんとかしてもらう。でこれねできればウルトは溜めさせてはいけないんで、これできればねウルト溜めない距離で戦いたいと、まあ、こんな感じでね。でこのビビはそんなことを知る由もなく多分突っ込んでいくんですけどまずいね、そろそろ逆転しないといけないんで、このシェリーを俺の方に引き寄せて、あとの2人はね、あの後の敵の2人は味方になんとかしてもらうと。なんやこのシェリー弾き飛ばして、いやお前らナイスすぎなんですけど、こっからねノラの場合すぐ逆転されるんですよ。なんでこんな感じガジェット使って死にに行く、これがいっちゃん大事これができればね勝てるんですよ。でシェリー、このウルトモシェリーをほったらかしておくと、ウルトパスガジェットでねボコボコにされるんですけど、こうやって守りに行ってあげる。はい、まあカールね全マップ使えると思ったんですけど、多分強奪だけ使えねえな。強奪はちょっと渋いか強奪渋いんですけど、で今回ね味方で火力が出る DPS が出るキャラクターが、うーん、まあ、ビビ、まあ、俺かな、多分俺が一番火力出るんで俺が攻めに行かないといけないんですけど、俺が早速診断で終わった多分負けたこれはマジダイナマイクが、ダイナマイクを信じるべきか、ダイナマイクを信じてあげると、あの敵タンクなんですよ。なんで守ってくれる。味方のダイナマイクが弾当てりゃ味方が防衛してくれて俺が攻めるだけで勝てるんですけど、信じれた、頼んだ。よし、これウルトは移動よ、逃げて逃げてあげて、ダイナ、ナイスウルト、いいダメージ。でこれ攻撃しつつ、これ一旦死んだな俺で、ここでダイナマイクが、おっと上攻めてますね。なんでそいつほったらかしてんねん、激おこ状態のブルほったらかしたらあかんて、何してんねんおいおい、ダメージ一緒なったで、一緒なったんすけど。でこれ絶対左行ってますね、あの右避けたやつ大体次左避けてるん でそんな感じでこいつ倒しつつ、これはもうダイナマイク頼んだ、このブル仕留めてくれ。俺ら削ってあげて、2人で削ってる、オッケーオッケーオッケー、パーセント結構いってますね。ナイス、弾き飛ばし。でこれガジェット使いたいけど、ガジェット使ってももう無駄なだけ。よし、味方どうなってる、ダイナマイク上に行くが、しかしさっきと一緒やんけお前まずいって、おーい強奪あかんかった、
さすがのカールでも強奪はダメ。はい、続きましては賞金稼ぎなんですけど、まあ、この賞金稼ぎっていうマップはね、あの最後の最後で一番星持ってるやつをしばく、これがね、あの勝利の秘訣なんですよ。まあ、あの、まあ、自分の星をねいっぱい稼ぐっていうのも大事なんですけど、まあ、最後の最後であの一気に逆転、これが大事なんですけど、あのこのカールね、ガジェットでめちゃくちゃすぐ、まあ、絶対来てんなお前、めちゃくちゃすぐ移動できるんで、まあ、それをうまいこと使えば一旦最後であのいいとこ取りして逆転することができるんで、でこのティックね、あのティック、これ、まあ、まあティックね、基本的に動きすぎると二次災害食らうんで、あんま動かない方がいいですね。でこれはカールを倒し、オッケーオッケー、カールで倒しといての、そこのウルトは美味しい、そこのウルト美味しいね。でも、まあ、味方の買いにも入れてあげて、まあ、最初に言ったあの浮気っすね、これ浮気してあげることで、まあ、ダメージがね入ってて味方が倒してくれると。でここのティックは、待って、もう来てる来てる、ペニー助けて、ペニーペニー、やってんなお前お前やってんな今お前やったな今、絶対分かってた、もう見てたやん、ペニー目やってたやんもあいつマジやってるもうペニーが、ペニーお前がティックの顔面に襲われてる時俺助けに行かんぞ、いいんかそれで、ブロスターは協力戦やからな。でこんな感じで、まあガジェット使って、まあ、一気に距離詰めてあげると勝てますと。でこれは往復分のダメージで倒せるんだが、しかし助けて助けて助けて、助けるよマジでもう人間不信になるて、頼むってさあさあさあ。でこれ左側にペニー行ったんで、まあ、これ味方信頼しつつ、これ上から挟んでくれるもよし、あそれ美味しいね、オッケーオッケー。では最後の最後でこの黒をね倒したら、まあ絶対勝ちなんですよ、ね、なんでこうやってガジェットで距離詰めてあげて挟みつつこれでしばくと、ジジイ、いややっぱ強いな彼。はい、ということで、まあ、一応ね全モード、やって、なんかトロがあんま上がってないやんと指摘してる、してくる方もいるかもしれないんで、一応見せとくか、このバトロワの悲劇を。もうあかんわ、これバトロワあかんわ。